こんばんは。はい、こんばんは。今日はいっぱいいますよ。いっぱいいますね。いいっすね、賑やかで。ねえ。ストリームとね、ツイキャスの初のお二人さんというゲスト。そうですね。ね、しかも、二人はね。うん。お一人は身内というなんか、ここの方みたいな感じですね。すか、いやいやいや、で大丈夫ですよ、ね。あ、別に、はい、ね、悪いことするわけじゃないですからね。ね、はい、はい、今日で41回目ですね。そうですね。はい、はい、7月の21日ですか。旧暦の6月18日。はい、そうですね。18日なので、うん、今日は、うん、このオープニングのね、うん、BGM は。はい、14番目の月。あ、ちょっと待って、14番目、何が18だからっていう。そっかそっか、14番目、ね、旧暦の18日なので、旧暦の14番目の月をおかけして。はいはい、いい、はい、いいよ、いい、じゃあお願いします。はい、はい、ちょっと待ってね。カチ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 なんか早い。41回目にしてもこの仕事感だよ。これか、いいね、うん、いいですね。いきますよ。はい。はい。なるさんの今宵も。あ、や、はい、ちょっと待って。熱いだよ、これ。ごめん、ごめん、ごめん。やっぱ、のっけから。あ、そっかそっか。いきますよ。はい、8位だよ、なるさんの今宵も。あやたんちの。さあ、今日はね、はい、ユーミン。はい、ね、もう、政治の話もやめましょう。ボロボロです。選挙の話も終了。ユーミン特集やりたいって言ってましたもんね。はい。鳥越さんが、デビューファンの後でやりました、それはね。はいはい。はい、今日は郵便特集ということで、はい、素敵なゲストもお見えになってますよ、はいはい、皆さんお楽しみに。はい、かりんちゃん、はい、番組ではメッセージも募集しております、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です、うん、はい、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。あとツーキャスですね。そしてサイマルラジオ、はい、どちらの、うん、FM ギノワンのホームページから見れますので、はい、そちらよろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は日本語と英語の学びの奥へ、うん、バイリンガル教育の BGB スクール、はい、BGB スクール、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。オリジナルプリントのプリント沖縄、ありがとうございます。オフィスクリエイティブウィングプラン、はい、うん、ありがとうございます。で、みんなの役に指導、はい、以上、スポンサーの方々とその他たくさんのサポーターの皆様のご協力でお送りいたしております。はい、ありがとうございます。改めまして、こんばんは、メインパーソナリティのなるさんです。はい、こんばんは、みらいさんです。はい、かりんです。そして、はい、そしてですね、今日は、はい、ゲストに、ね、ユーミンといえばこの方、はい、この方、はい、第一人者ですね。ね、FM21 のホープですね、うん、若手の、ね、FM21? あ、ごめんなさい、ごめんなさい、FM ギノワンだ。FM ギノワンですよ。ひろきくんってことで、はい、どうもよろしくお願いします。今日はね、ユーミンの話を、はい、楽しみですね。ね、そして急遽スペシャルなゲストがいらっしゃってくださいました。ゲストの大和さんでございます。大和さん、よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。はい、こんばんは、はじめまして。では初めてではないですね、うん、そうですよね、はい、前にいらしてくれましたね、はい、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、で今日はね、うん、このユーミンだけを、うん、はい、かけようかなと思って、はい、そしたらもうユーミンとはこの方ですよね。そうですね、ヒロキ君ですよね。ヒロキ君ね、お若いんですよ、はい、お若いのにユーミンが好きって。23です。あ、そんな若いの、はい、そんな若いの。そうです。で、何故ユーミン。いや、でもおじいちゃんが聞いたとか言わないでよ。いやいやいや、おじいちゃん全然でしょ。まあでも、あの、別に親からの影響ってわけではないんですけど、うん、まあ親がちょっと、まあ、うん、年が上なので昔の歌が、うん、そのなんて言うんだろう、感覚的に好きっていうのもあるんですけど、ユーミンは気づいたらユーミンだったみたいな感じで。きっかけは、きっかけでも本当に最初のきっかけっていうのが分かんなくて、何から聞いたみたいな、ジブリ映画とかないんですか。そうですね、でも優しさに包まれたならとかは残ってて、でなんか例えば CM とかでも結構使われるじゃないですか、ユーミンの曲って。で、うんうん、あ、いいなーって、ね、藤谷ソフトエクレアのね、コマセットないから、はい、ないから、ちょっとそこ23歳だぞ。そか、カントリーマウとかもそうでしたよね、はい、はいはいはい、とかね、全然お菓子の種類が違う、はい、とかで、それで、まあ、CD 借りたりとかして、うんうん、だんだん好きになっていったって感じかなっていう。あ、そうですか、はい、大和さんはちなみにユーミンといえば。
そうですね、うん、まあ、やっぱり古いんですけど、何でしたっけ、卒業みたいな感じ、あ、卒業写真、あ、そうそう、はい、それですね、あ、すごいですよ、何曲、ね、まあ、年代がバレちゃいますね、名曲ですね、もうシーズンになると聞きたくなる、ね、そうだ、シーズンだね、日本の、ね、代表ですよね、はい、うん、はい、さて今日はね10曲くらいかけたいんだよね、うん、ユーミンを、はい、でちょっと語っていただきましょうね、はい、皆さんね、はい、いろいろあのそうですね、ね、うん、あると思いますけれども、はい、思い出が、はい、何からいく、もうとりあえず今ずっとか、うん、あのあれ、うん、BGM もかかってるんで何でも好きなものどうぞ、ああこの曲もいいですよね、なかなかね、うん、この歌そのままユーミン特集いっちゃいます、はい、これは海を見ていた、はいはい、これちょうどその貨物船が通るってあるじゃないですかうん、うん、ここで僕話しながら3時台ぐらいにちょうど貨物船が通った時にこの歌が出てくるんですよね、すごい、はい、いいとこだね、ソーダ水はないんですけど、ちょっとあ貨物船が通ってるよ水平線にみたいな話が行ったことあるの、ドルフィン、いやいや、あのどこでした、神奈川ですよね、うん、あの前テレビで杉山清隆さんでしたっけ、はい、がよく行ってたっていう話は聞いたんですけど、僕自体はもちろん行ったことはないんですけど、僕行ったことあるんですよ、なんとソーダ水をドルフィン、ソーダ水CM を飛ばしていい、あの東京に、CM 飛ばしていい、もういや、いつも CM この時間後で入れましょう、2回入れるね、はい、はい、回入れる、はい、昔ね、はい、沖縄の友達と、はい、あの僕車の持ってたので、はい、車に乗って、はい、環状8号を通りながら環状8号線を乗って、はいはいはい、で中央高速に乗って、はい、中央フリーウェイかけて、はいはい、でドルフィンに、うん、その海を見ていた方向をかけながら、はいはい、根岸かな、あの根岸の方のこの坂の上を登っていって、フェリス旅客員を通って、フェリス、あの山手のドルフィンっていうところに行って、さすがに私はね、ソーダ水は注文できませんでした、はい、恥ずかしくて、でも一緒に行った人が何名かいたので、はい、ソーダ水を注文して、ここより遠いのね、はい、え海が、あ、そうなの？そんな遠い、本家は本家は相当遠い、ね、もっと遠かったと思う、ここより、そうですか。うん、若干で今は多分ねビルかなんかできてて、はい、あんまり見えないかもしれないですけど、ここよりちょっと遠い感じがしましたね、なんとなく、なんかでもあれ、あのほら実際は海が見えないという説もあるんだけど、あれってどうなんですか、一応見えましたよ、見えた、はい、あ、そうなんだ、遠かったです本当に、遠い感じで、はい、はい、じゃあ、ね、どうしよう、中央フリーウェイで行きますか、あ、最初どうしましょうかね、うん、いやいや、でも今回はほら、うん、3曲ぐらい、うん、皆さんのリクエストね、うん、ありましたので、うん、中央フリーウェイなかったですよ、いや入ってますよ、この中、あ、この中にはね、うん、どうする、あ、何か聞きたい、入ってないってこと、ね、じゃあ自分の先にリクエスト出してもいい、いいです、いいですよ、そうだ、皆さん、ピカデリーサーカス、ピカデリーサーカス、あー、あー、いいですね、ピカデリーって何、うん、ピカデリーって映画館の名前だよね、ピカデリー、これってイギリスの名前、はい、イギリスみたいに、山田さん、ピカデリーって人は結構な年代だと思います、失礼いたしました、これってサーカスじゃない、ちなみにサーカスじゃないですよ、これはあの通りの名前、あのいわゆるあのほら糸満丸み、ロータリーみたいな、ロータリー、名前のことをピカデリーサーカス、あ、そうなんですか、サーカスじゃないですよ、サーカスじゃないんですか、じゃあそれちょっと聞いてみましょうね、聞きましょうね、はい、お願いします、へえ、そしてもう一度意味を見るだろうからか、これはアルバムの、うん、名前ね、うんうん、これもマイク全部オンにしたまま、はいはいはい、そうですね、 CD が、うん、ピカデリーサーカス、どこでしたっけ、ピカデリー国営って、山本さん、あれどこでしたっけね、確か国際ドル近辺にいくつかありましたよ ね、 ね、結構ね、あるんですか、
これって比較的何新しいかな？新しいですね。入ってるマイクこれ、はい、そうですか、はい、ピカデリーサーカスね、はいはい、もう山本さんと目が合うとピカデリー国有だよねっていうか、はいはい、いやいやいいでしょ、うん、この歌いいですね、うん、なかなかね、初音ミになってからこういう曲調のこうなんていうか本当にあのね、あの荒井美の歌とは全然違った感じになったでしょ、うんうん、そうですね、確かにね、ご主人の影響というか編曲の打ち方すごいですね、今回ユーミン特集をするよというふうに Facebook で、はい、はい、お知らせしたら、はい、守ってあげたいもいいですねっていう人がいて、ただ私的には守ってあげたいに関してはですね、印象が、はい、いい印象っていうかね、皆さんね守ってあげたいって、あの、はい、あの大和さん多分ご存知だと思うんですけど、はい、でしょう、極トラ一家、劇極トラ一家っていう宮下明さんの漫画ご存知ですよね、極道正とか、あれの中に出て、学童まさか、学坊まさか、学坊なんとかとか、一応ね、結構古い漫画ですよね、古いです、あの人は本宮宏さんの、ね、弟子かなんかですよね、宮下明さん、ね、宮下明さん、あそこの、ま、あの漫画出てくる、うん、そこの学校の、うん、副会、政党副会長のスーザン・アントンコさん、うん、ご存知ですよね、だけは分かるわ、スーザン・アントンコ、ひげ生やした女子高生、あれ今だったら絶対ね、ダメです、ね、だってあの人のほら決まり文句わかる、わかんないですか、すごい言葉じゃなかった、すごい言葉でしたよ、ね、うん、放送できないできない、うん、そうなんだ、あれ調べてください、あースーザン・アントンコ、ヒゲ生やしたこの筋骨隆々な女子高生、彼女が出てくるときに守ってあげたいかかかるんですよ、え漫画でかかるっちゃ面白いですよね、すごくね、ま、守ってあげたいが、主題歌なの、あ彼女のこのイメージがなくてな、でも僕の中ではメゾン一国って漫画あるじゃないですか、 あれの実写化された時の主題歌がちょうど守ってあげたいだったんで、僕はそっちのイメージがありますね、でもあれもともと薬丸ひろ君、山本さんは、ね、うん、ね、激トラ一家、そうですね、世代ああそうだね、そうなんですよ、ね、うん、では大和さんは飛行機雲でしたよね、はい、はい、はい、そうですね、これはこれ確か2年ぐらい前ですか、映画の主題歌になったような気がするんですけど、何でしたっけ、これジブリの、ジブリのゼロ戦かな、ゼロ戦を描いたでしたけどね、はい、ちょうどその時は永遠のゼロ、はい、はい、それもちょっと話題になったもんですから、それとちょっと重ね合って、なかなかいい歌だなと思ったんですけど、いいですよね、はい、これだいぶ昔の歌ですね、皆さんね、かなり昔ですね、そうです、かなり、かなり昔ですね、デビューアルバムぐらいの中に入ったような気が、そうなんですか、はい、すごい、ルージュの伝言とかと一緒、うん、だかなと、そうですよね、そうですか、うん、これはね、うちの身内も、うん、これをかけてくれと、うん、いうのがありましたので、ね、ちょっと飛行機雲行きましょうか、これいい歌ですよ ね、 すね、はい、これってあれ女の子が病気で亡くなる歌、うん、なんか見たいです、はい、ちょっと早い、はい、どうですか、いいですよね、はい、この曲、うん、何最初のアルバムったらずいぶん前じゃないの、そうですね、1900? 73年73年ってあれじゃない、一番最初の、はい、アルバム復帰して1年後、うん、
の。でもまあ生まれてないんですけどね、僕は。生まれてないの？生まれてない。あ、そうなんだ。平成生まれだもんね。はい。平成ですよ。平成。平成も平成も5年ですから。え、4年じゃなくて5年か。5年です。はい、お世話になります。このアルバムに対してはドキュメンタリーが結構あの YouTube で1曲ごとに、うんうん、あ、本当？ちょっとこれ見せて。解説してるのがあるんですけど、はい、すごいですよ。うん、これね、さすがユーミンフリークのね、このひろゆき君、これユーミンの本、歌詞集ですね、歌詞集みたいなのがあってね、これにちゃんとアルバムのね、タイトルが全部載ってるんですけれども、うんね、すごいですね、曇り空もありましたよ、この飛行機雲のアルバムには、うんね、恋のスーパーパラシューター、はいはい、きっと言える、うん、かわいいよね、これ ね、うんねうん、この曲も、はい、ベルベットイースターもかわいいし、うんね、あ、それも最初の初期のあれなんだ、うん、そうですね、73年、返事はいらないがデビューなんだ、多分だったと思います、はい、あのユーミンの曲って最初聞いたらなんでこんなあの中途半端な音なんだろうと思うね、あ、はいはい、あのフラットとかシャープとか使ってるような音階っていうのは、ね、うん、いわゆるあのマイナーっていうんですか、マイナー使いっていうんですかね、曲調が多分初めてでしょ、こういうそのアーティストの中でこういう音楽のこう音階を使ってそう作った、あの予想と違うようなこう音階っていうかね、うん、フレーズを使うんだよね、うん、だと一曲一曲がすごいじゃない、この演奏が、うんねうんね、だからこの周りを固めてる、ね、うん、増高さんとか、うん、石川貴彦さんとか、うん、もう超有名な人が、うん、超有名ミュージシャン、ねね、細野さんとかね、うんはい、さあ、はい、次の曲はどうしましょうかね、何がいいですか、どうですかね、カリンちゃん何かあった、カリンちゃん私特に分かんないだから、ジブリ映画とかしか、うん、あと何ですか、朝ドラとかの主題、朝ドラ春よ来い、春よ来い、春よ来いね、うん、はいはいはい、春よ来いはね、私のこの3つ選べに春よ来いがあるんですよ、はい、あ、うん、はい、こう、はいはいね、あの未来さん言うところ の、うん、あの日本神道の巫女さんだったと、うんね、巫女さんという説があるんですよね、うんうん、ある方が過去にね、う見たときに、うんうん、巫女さんという説と、それから魔法使いという説があって、うん、やっぱりそういう世界を本当にこうなんていうの、聞いてる人全部その世界に入れてしまう的な、うん、ある種、ね、はいはい、魔法使いみたいな感じのあれもあるし、うんうんうん、曲によっては全然春よ来いも全然すごいですね、春よ来いの歌詞はまた独特ですよね、うんうんうん、あのこれ確かなんかクラシックかなんかのメロディーを一部いただいてやってるみたいな話を、ね、はい、はい、いろんなこうだからそういう曲もいろんなこう混ぜ混ぜにして作ってるみたいですね、うんうん、すごいですね、ちょっと春よ来いをちょろっとじゃあ聞いてみましょう、うん、これね、これがはい、本当にね、大和さん、うん、いつになったら沖縄に春が来るんでしょうか冬の時代に入りましたね、いやいや、もう常に能天気な春な人がいっぱいいるじゃないですかそうですか、はい、もうどうにかね、いつもの感じになってきた違うよ、今日はユーミン特集だよ、あ、そうそう、今日ユーミンですよ、はい、さて、うん、あれ、ひろき君何チョイスしたの、そういえば3曲ですね、3曲、まず1曲目は、うん、瞳を閉じて、うん、でこれはちょっとなんかエピソードがあるんですよ、うん、あ、僕というかこの曲にまつわるエピソードがあって、うんうん、でこれ確か長崎 の、 その離島のこれ僕番組でやったよ、あ、喋ってましたアンカシでやったよね、じゃあちょっと、うん、っていうのがあって、うんうん、
でそのまあそのユーミンに直接その、うん、歌書いてもらえませんか、はい、作ってもらえませんかっていうのでそれに応える形でやって、うんうん、でその島ではもう島民の愛歌として親しまれてるらしくて、うんね、結局効果にはならなかったんだけど、はい、愛称歌みたいなものね、いい曲ですよね、うん、瞳を閉じて、うんうん、これ聞きましょうかね。ちょっと待って、このとこにはないんだけど、このとこにはないのか、違うとこか、じゃあ後でかける、うん、ちょっと後でかして探しとく。わかりました。ユーミンフリークからしてもこの曲はいい曲なのか、うんうん、ちょっと先次の曲言ってください。エピソードが濃いから、あのね、うん、セシルの週末って曲、うん、これね、わかる。僕はその名前だけですね、はっきりは聞いてないです。これ何、不良少女の歌、はい、でしょうね多分、うん、不良少女の歌、うん、セシルの週末、うん、これの涙なくては言えない話はありませんけど、未来さんユーミンの曲一曲にいろんな濃い思い出があるのかしら、ね、ご年配だからいろいろ、ね、ご年配なんてこと、うん、まさか鳥越さんと同じような年代じゃないですよ、ね、あ違う違う、ね、まだセシルの週末は書けますか。セシルの週末ちょっと聞いてみましょうかね、うん、これもリクエストがあったんですよね、ある方から、ね、はい、はい、これをしてくださいと。瞳を閉じて、いやー、うんね、これセシルの週末、うん、もう本当にもうね、ユーミンの曲って物語がありますよね、ストーリーが ね、うん、ねちゃんとね、しかもいろんなストーリーがありますよ ね、うん、ね本当にないない、ツイキャスでダンデライオン好きですってユータさんから、ダンデライオン、あダンデライオンいいですね、うんうん、遅咲きのタンポポでしたね、うん、はいはいはい、はい、ありましたね、副題みたいなのがね、うん、タンポポか、そうか、うん、はい、なんだっけ、はいはいはい、さて、はいはい、もうね、うん、いろいろ書きたいですね、よそゆき顔でとかね、うん、ユーミンの曲ってほら、うん、なんか出るじゃない、お店のさっきのドルフじゃないけど、はいはいはい、よそゆき顔では観音崎の歩道橋に立つ、うんね、さあ歩道橋どこに立ったんでしょうかっていう、これってよそゆき顔ではこの、 あのセシルの週末の、うん、なんていうの、アンサーソング、そうなのこれ、確かそうですよ、あそうなんですか、間違いじゃなければ多分、すごいですよね、うん、コルベット1954とか、あ、ね、もうモロじゃん、うん、コルベットスティングレー、木杉隆夫、そうそうそう、でね、ね、うん、車ですよコルベット、うん、知ってる、スティングレー、あのあれですか、あの鈴木のあのスティングレーではなくて、違う違う、あれ最近やった、山田さんが笑ってくれた、ひどいジェネレーションアップで、ワゴン R スティングレーでしょ、あれあれ近いかもしれない、近いかもしれない、コルベットの怒られるよ、コルベットじゃない、偉い人ですよ、めちゃくちゃかっこいいですよ、あのアメ車、スティングレー違う、アメ車か、マッハ55みたいな車、わかるね、マッハ55、そうそう、山田さん分かるでしょ、マッハ55、あとはもうトランザムとかその辺でしょ、そうそう、あんな感じでちょっとマッチョ系の、マファイヤーバードトランザムみたいな、ね、マッスルカーみたいな感じの、そう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 、コルベットスティングレイ、はいはい、そう1954だから1950年型の、54年型のかのコルベット、1954年って生まれてないでしょ、もう全然です、私も生まれてないです、生まれてないです
誰も生まれてない。ね、本当に。はい。さて、うん、次どうしようかな。次は誰？パールピアスあるの？うん、パールピアスない。パールピアスはこっちない？真珠ピアスっていう。真珠のピアス。真珠のピアスあるよ。真珠の、あ、真珠ピアスあるよ。真珠と書いてパールピアス、ね。パールピアス。これもなかなかね、うん、物語のある曲で。これもリクエストなんですけれども、はい、ちょっとパールピアスお願いしていいですか。これ何だった今の？パールピアス？真珠のピアス、はい、ユーミンの曲っていうのがね、オリジナルが387曲で、うん、他の方に提供した曲が236曲、うん、で大体もう630曲ぐらいなんですけれども、うん、あれこれが2013年ぐらい当時なのでまた増えてるから2013年でこの数、はい、多分650曲ぐらいは今なってるんじゃないかなという中から、うんうん、おのおの3曲たら大変ですよね。なんか人に楽曲を提供するときが確かクレタ・ガルホさんの名前 ね、 ね、名前がね、提供してるみたいで、これね、何でしたっけ、役者さんでしたっけ、どっかのスウェーデンかどっかの、ね、はい、役者さんの名前してるね、グレタ・ガルホね、はいはい、そうそう、グレタさんですよね、うんうん、これが真珠のピアス、うん、まあ、皆さんも本当に山本さんもさっきおっしゃってましたけれども、はい、曲は分かるんだけどタイトルが出てこない、うん、そうです、ね、なんとなく聞いたことがあるという感じですかね、うん、そうですね、どっかで聞いてるんですね、どっかで聞いてるよね、かりんちゃんもどっかで聞いたでしょ、このパールピアス、真珠のピアス、ピアスは分かんない、分かんないけど、うん、ユーミンさんの曲は、うんうん、いろんなのに使われてますし、カバーとか結構してる、ね、上手ですよね、うん、売るというか皆さんにこう、ね、そう紹介する方法が、え、ユーミンだったのみたいな、たくさん、あれがあるんじゃないですか、有名どころに提供とかしてるので、うん、そうですよね、うん、じゃあ今度何、ダンデライオンかける、ダンデライオン、細咲きのタンポポ、これね初めて来た時ね、うん、なんでライオンって聞こえて、なんでライオンなんでライオンなの、ああ、そういう風に ね、うん、聞こえました、 かけてみましょうか、はい、お願いします。これは何で使われたの、やっぱりこれも何か使われてない、角川の役で使われてない、何かタイアップ多いね、なんでライオン、薬師丸さんが歌ってるような感じしない、こういう曲って。前、時をかける少女の原田さんがと一緒に、僕らの音楽でコラボしてましたね。原田知世さんだって、はい、原田知世さんと。あ、そう、ダンデライオンね、うん、あ、やっぱり原田知世さんに提供した曲みたいですね、なるほどね、ミュージカルの主題歌みたいね、うん、ユーミンといえばあのレイミ、レイミちゃんわかる、沖縄のレイミ、堀川レイミ、山田さんは堀川真由美さん知ってるよね、レイミって聞いたことある、名字がちょっと分かんなかったですね、今レイミでやってごらん、レイミ、レイミ、うん、レイミがそのノーサイドとかーユーミンのアルバムカバー、カバーっていうかユーミンがレイミにくれたのかな、これまあゲスな話なんですけど、結構な印税も入ってくるんでしょうね、そんな曲、そうでしょうね、例はね、この例じゃなくて、そうですよね、うん、でしょうね、やっぱりね、
だってさ、だからコンサートすごい規模のなんか恐ろしい、これから上のこれからサガスみたいなのやるじゃないですか、やっぱ元手があるから、うん、で潤っているのね。堀川さんに関しては確かね、家族であのシェイキーズ、沖縄市山里の、うん、はいはい、山里にシェイキーズがあった時にそこでね演奏してたんじゃないっていうちょっとイメージがあるんですけれどもね。わ、うん、かるんですか、山里のシェイキーズ、沖縄市プラザハウスのちょっと上上がったところにシェイキーズがあったの昔。ね、私は多分行ったことがあるかもしれないですね。キャンパスレコードの近くですよね。あそこに昔はシェイキーズがあって、うん、我々高校の時行きました、うん、はい、一番近いシェイキーズがあそこだったので食べ放題だもんね。そうそう、でなんかカンカン帽みたいなあの帽子かぶって従業員がね、なんかありましたね、うん、そんな帽子ね、なんかね、はい、何でしたっけ、すいませんね、ダンデライオン、ちょっとダンデライオンかかりましたか、月亭課長さんがかぶってるような月亭課長わかる、もうまたちょっと音楽だけしますね、もういいもんなんとかやれってやつね、皆さんね、月亭課長わかるでしょ、皆さん、うん、わかるわかるそれはめちゃめちゃ楽しそうだけど自分だけ月亭課長、月亭課長から。ということで、こちらダンデライオンありがとうございます。さっきリクエストどれでしたっけ、はいはい、ゆうたさん、ゆうたさんという方からダンデライオンのリクエストがございました。うんうん、確かにこれは原田知世さんに、ね、うん、提供した曲ですね。曲ですね。さて、はい、うん、ね、どうしましょうかね。何がいいですか、宮田さんは。私はもう一曲、うん、スラバヤ通りの、うん、スラバヤ、あ、いいですね、どこ、うん、どこですか、スラバヤってこれアジアのどこだったかな、インドネシアだったような、インドネシア、はいはい、うん、ちょっといいですか、かけて、いいですよ、可愛い曲でしたよね、これね、この歌ね、すごい好きなんですよ、うん、いい歌でしょ、うん、私と日本に目を背ける、うん、何があったんでしょうか、これ2番に答え書いてあるの、多分どうだったかな、あれじゃないですかね、アジアのあれなんで、うん、中にはその
一部そのあまりいろんな方がいるじゃないですか、日本に対して、うん、そのいいイメージもいるし、まあ、当時 の, その多分このおじいさんの戦争の、ね、はい、やっぱり名残ですよね、ちょっと名残で、なるほど、一部そういう人もいるっていう、うん、やっぱりそのやっぱり本当にユーミンの曲って時代とかその人とか、ね、その情景とかすごい、ね、すごいユーミンが取材っていうかユーミンの経験から、うん、そういう風な歌詞が出てきたんですかね。でもね、いろんな、うん、いろんな話がある。例えばね、うん、そのホテルの夜ちょっと眠って起きたら、うん、テレビがこう終わってこうザーって真っ白い、あのほらテレビの放送が終わった後に、うん、はいはい、あの歌が不倫の歌になったりとか、そういう情景を切り取って、うん、あとそれにドラマがくっついてくる。よくなんかそういうみたいですよ、うん、それいっぱいそういう話を本人に話をされてましたから。なんか一人でファミレスに行って、うん、あのアベックがね、うんうん、話してる隣にでちょっとこう注文して2人の会話を聞きながら やってる、これが歌詞のあれになるとかね、物語になるとか ね、そういう話を昔聞いたことあるんですけれどもね、イマジネーションがすごいですよね、想像力、天才ですよね、本当にね。あと言葉のチョイスがなんかすごいですよね、はい、そういう言葉を使うんだっていう言葉とか、話し言葉、うん、って言葉がね、そうですね、うん、話し言葉っていうか、うん、なんか、喋ってるような感じっていうか、なんかね、そうですね、やっぱり本当に、まあ、とにかく素晴らしいですよ、はい、この人は。はい、かりんちゃん、なんかないですか、コメントは。かりんちゃんは今日はあんまり入ってない、ね、初めて聞いた曲ばっかりでしょ、これ、ラッサッサーゲームも。これとかも初めて聞きました。ねえ、うん、いっぱいあるね、いっぱい引き出し持ってんね、うん、なんか上からな、600曲引き出しありますから、600も、うん、ね、すごいですよね、うん、魔法の鏡、はい、魔法の鏡、これ知ってるよね、魔法の鏡、あ、いや僕わかんないですね、え、魔法の鏡、どんな、多分ね曲かけたら絶対わかると思うですか、私魔法の鏡ちょっとね、そんなには知らないんですよね、おそらく。そうですか、はい、これも可愛い曲ですから、ね、ちょっとかけてみます、ま、当然未来さんはね知ってます、うん、はい、お分かりかと思いますけど、魔法の鏡、これもだいぶ前の曲でね。ですね。これはね、つみして、なんと、はいはい、アルバムミスリムというあの、超有名なアルバムですね。はい、生まれたましてとか、瞳、さっきのね、瞳を閉じてとか、うんうん、あの、チェルシーのコマーシャル、優しさに包まれたなら、ね、チェルシーのコマーシャルですよね、あれね。チェルシー作った、あなたにもチェルシーあげたい。あ、それでしたか。じゃなんか、あれ知ってますよね、このフレーズね。あなたにもチェルシー。おそらく数十年前の。30年とか40年前ちっちゃい時もそのフレーズの CM やってました、やってました、はいはい、でもユーミンじゃなかった、ユーミンではなかった、あ、そう、はい、なんかチェルシーって感じがするんだよね、で海を見ていた午後、12月の雨、うん、ね、いやー、この素晴らしい1974年のアルバム、74年か、あ、復帰して2年後、さっき1年後だったけど、海洋博の1年前のアルバムですね、さっきから微妙な例えしかできてない、いやいやいや、瞳を閉じても一応用意できましたので、 あ、そうですか、うん、じゃあ瞳を閉じて、はい、はい、お願いしましょうかね、これは長崎のどっかの離島のね、あの高校、小中高、中高校、
上げ曲ないですか？上げ曲。上げ曲ね。だんだんわかる、だんだん。うん。はい。これはね、アヤンタンジノンのアンカシのコーナーで、一度ご紹介しました。ユーミンは上げ曲ないんですか？ありますよ。盛り上がる曲とか。あります、あります。じゃあ、ふと渡る船。あ、渡る船じゃない。デストニーでもいい。どっちでもいい。デストニーある？これはあれでした？デストニー。ライブで必ず。必ずやる？デストニーってなんかの、だからドラマの最後に。デストニーは。あのね、私の記憶では、昔ほらさんまさんとか男女7人夏物語ってあったじゃないか、なんか TBS のなんかトレンディードラマのラストにかかってたような、エンディングというかラストシーンにこれが流れてきてたっていう感じがするんですけれども、多分大和さんはそう、もうね、ああ、この曲かと思うと思います。ダスティに聞いてみましょうか。さっきからそう言ってるけど、なんかいやいや今日に限ってっていう。でも男女7人はあのチャチャチャでしょ、石焼けみの。ああ、そうか、オープニングね、最後ね。この歌はいいですね。これ、奈良さん、45分までで、いい ?5 分間あれ使っていい？いいよ。あと4分しかないから。もうあと4分だよ。え？もういいよ。え？全然盛り上がってないけど。もういいの？いや、山川教えてるから。あと4分しかないで、4分しか。あと4分で何を受けないか。はい、じゃあマイク戻します。はい。チューラー、バチューラー、歌えばいいの、みんなで。盛り上がる前にフェードアウトになっちゃったんだけど。まあ、この曲、こういう曲ね、これは何、うん、アルバム、あ、コンサートで最後にかけるの？ライブで、あ、最後っていうか必ずかけてファンと一緒に盛り上がる。A ちゃんのあれと一緒、タオルあげる。あ、タオル。なるほどね。ユーミンどういう振りするんですか？振りもあるのかな、うん、今日わかったっていうとか、タタ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 手をあげたり、うん、あのね、私が初めてユーミンを聴いた曲、はい、あの日に帰りたい。あー、うん、はい、そうね、ね、ちょっとこれ、あ、アコースティックバージョン、アコースティックバージョン、はいはい、うん、あの日に帰りたいが初めて、なんかのやっぱり主題歌でした、うん、ああドラマかなんか、後ろ姿を、ね、これはアコースティックバージョンだよね、はい、普通はこんなじゃないよね、はい、最後、最初なんかちぎった写真をってちょっと高めの、そうそうそう、ちょっとそう、キーもちょっと高くて、はい、最初コーラスが入るんだよね、はいはい、これはもう皆さん、うん、はい、うん、それ聞いてください。私がその3曲選んだやつで、はい、最後の曲はこれね、ぜひとも皆さんに、うん、全国の皆さん、お正月に聞いてほしい、はい、ね、正月、正月も正月もあの、うん、大晦日12時過ぎて、うんうん、過ぎたら花火がバーンってなるでしょ、うん、その花火がバーンとなった後に聴いてほしい曲です、うん、これちょっとお願いしますね、はい、かわいいのよこの曲、あーやっぱり、はい、
この曲もいい曲ですから、ぜひとも聴いてくださいね。今日はね、時間がないので、ハッピーニューイヤーも聴いてください。全部フルコーラス。ダスティニーも、ね、聴いてください。コマーシャル入れようかな、じゃあそろそろ。CM お願いします。はい。じゃあその後、未来さん。はい、わかりました。さてもうね、はい、45分になりました。ここであのひろきくんにはね、はい、もうお疲れ様ということで、はい、もう次の仕事が待ってますのでね、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、話足りないんですけど、また歩み特集したいね、はい、またこれ1時間じゃ足りないよね。全然足りないです。20時間ぐらい欲しいよね。長いよ。20回ですね、やりましょう。あと20回やらなきゃいけないね、これ、はい、じゃあすいません、ありがとうございます。お疲れ様でした。あとでじゃあこれはもうあのしてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお仕事に戻ってください。はい、ありがとうございます。これもお仕事ですけどね。はい、はい、では未来さんのコーナー行きましょうかね。はい、未来さんの一滴の水先案内のコーナーでございます。はい、はい、未来の一滴の水先案内ですね。実は、今日がこのひとしずくの水先案内の最後になります。まあ過去なかった週もあったのでですね、何回ぐらい、37、8回ぐらいですかね、ひとしずくがそのくらいコップ一杯になったでしょうか、どのくらいになったでしょうかね、わかりませんけども、僕がこの中で言いたかったことをもう一回ですね、最後に皆さんにお伝えして、もしかしたらこのひとしずくが小さな流れになって川になってもう一回戻ってくるかもしれないということもちょっと一つだけ付け加えておきたいと思います。沖縄は1300年代に、当時明という国の中国から、琉球、まあ正確に言えば大琉球、台湾が古琉球というふうに言われたそうですけども、大琉球と名乗りなさいということで、まあ、名前をいただいた。その名前が今の沖縄のもう一つの呼び方である琉球という言葉になっています。で、琉球文化、琉球民族、琉球、いろんな琉球という言葉がかぶってますけども、ただ今あまり琉球という言葉はいい意味では使われてないような空気になってきました。だんだんですね、独立とか言われてますけども、ただ僕がですねこの中で言いたかったことは、沖縄の本当の姿、琉球という名前がつく前の沖縄を実は自分の中で探索して、まあ、いろんな資料があるんです。表には出てきてない。実は琉球になってから、琉球になる前の、実は時代的な歴史的な資料ってほとんどなくなってしまった。表舞台から、これ、ちょっと危ない言葉を使うと抹殺されてしまった可能性がある。実はその琉球の前の歴史っていうのは古琉球というふうに言われて、まあ、あまりいい言葉ではないけれども、原始沖縄というかね、僕が使った言葉ではないんですけど、原始人的な沖縄というふうな言葉を使う方も現実に公式にいらっしゃるそうです。ですからその1300年より前の沖縄は一体何であったのかっていうのは誰も知らない。だけど僕が沖縄に来て10年以上経つんですけども、実はこの琉球という沖縄で、琉球という名前で言われている沖縄の奥に流れている非常に大きな水脈というか、これは霊的な水脈、僕の中ではそういうふうに感じるんですけども、この霊的な水脈をもう一回取り返したいと。そうすると沖縄が琉球という言葉に、ちょっと言葉良くないけども縛り上げられた歴史の以前の
非常に伸び伸びとした、それこそ沖縄を吹く風のような、沖縄の島をこう渡る風のような沖縄の人たち、沖縄の歴史がもしかしたら出てくるんではないかということで、いろんなところからそういうそのかけらを探してきて、それを一滴にして皆様方の心の中に落としていきました。ですからこの沖縄が本当の世界として、今いろんな沖縄の問題もありますけども、実は沖縄の奥に流れてるものっていうのは、今沖縄に住んでる人たちがこういっぱい感じてる、こういうやかましいというか喧騒でみんなが叫んでいろんな反対反対言ってるようなものではないものが、実は沖縄の中にあって、それは今出てきてないだけで、その水脈というのは脈々とこの沖縄の中は流れてるというふうに僕は感じてます。だからこの沖縄を取り戻したい、取り戻したいという思いで、この5分間だけ、未来の一滴の岬案内というのを始めました。でこれがだんだんに自分の中では一滴から、小さな流れになって、まあ、もちろん大河にはまだなってないんですけど、一つの流れになってきましたので、これをまた違った形で皆様方にお届けすることができればなというふうに思っています。なるさんのアンジュノというこの番組を使わせていただいて、自分の本当に、自分の気持ちですね、心の奥底にこう出てくる自分の気持ちに忠実に5分間だけ時間をいただいて、この、一滴の岬案内というのを作らせて、まあ、話をその時その時で何も準備しないで話をさせていただいたんですけども、これが沖縄のこれからどんな未来が来るかというのは、これは沖縄の人たちが決めることができる。で、これは今沖縄で言われている、うちなんちゅうの未来をうちなんちゅうが決めるということとはちょっと別のニュアンスです。僕が言いたいのは。だから、本当の沖縄を取り戻す。本当の沖縄の沖縄人の心を取り戻すには、一体何を探し出して何を自分のそれぞれの心の中に取り戻せばいいのかというところを、今まで話をしてきましたし、それからこれから、もう一つ新しい機会を、今はちょっとまだ詳しくは申し上げられませんが、新しいチャンスをいただくならば、そのお話をまたずっと続けて、僕は沖縄を本当に取り戻したいと、自分の中でもノスタルジーがむちゃくちゃある島なので、生まれ変わりというのは皆さん方信じるかどうか分かりませんけど、もし信じるとすれば、僕は沖縄に過去生まれたことがあるという確信がいろんなところでありました、過去ですね。ですから本当の沖縄を取り戻したい、沖縄を潰したくない、沖縄を滅ぼしたくないという気持ちはずっと持ってますし、それはもっともっと大きくなってますので、今日はなるさんのアンジュノの中では最後にはなりますけども、これからまたこの沖縄を取り戻す、まあ僕にとっては戦いなんですけども、それを続けていければいいなと思います。本当に未来さんの一滴の岬案内、本当に聞いてくださってありがとうございました。今回は以上とさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんかね、最終回な感じがしてきたね。なんか最終回みたいな感じしましたね。CM どうする？CM もう一回入れないときもうかなり厳しい、入れましょうね。入れましょう、はい、お願いします。はい。もう53分ですから、ね。あと2分？あと2分ですから。CM 1分ですかね。1分なのでもうすぐに。あれ最後何でした？エンディング。ん？エンディング何の曲でした？卒業写真。卒業写真。はい、はい、卒業写真ですよ。一応なるさん来週最終回ですだけは言っとこうね。そうですね。もう時間ない、時間ない、エンディング、そうですね。さて、もうね、既存のマスコミが放送しない沖縄の声をですね、この番組でお送りしてきましたけれども、言論空間が極端に狭い沖縄においてですね、少しは情報提供できたでしょうかね、どうなんでしょうか、よくわかりませんけれども、最終はいよいよ最終回、
ゲストには、ね、はい、あの方が出演する予定でございます。そうですね、あの方ですね。さて、あの方どなたでしょうか。ね、どうでした山本さん今日は。まあ、とても良かったと思います。ありがとうございます。はい、声が渋いんですよね。もう、いやいや、近いということで、急遽遊びに来て。そうそうそう、ありがとう。もしかしたら来週もまたいるかもしれないです。あ、ぜひ来週もいらしてください。ありがとうございました。はい、何、もう終了？あ、ミレさんどうでした？もう、あっという間でしたね。うん、そうですね。本当は10年ぐらいこの番組やりたいです。なるほど。自分の本心から言うとね。カリンちゃんは、ね、今日カリンちゃん相当楽だったでしょ？楽楽。いやいやいや、楽しかったですよ、うんうん、今日は。本当に初めて聞いた曲ばっかり。はい、もうあの、あれ減ってください。はい、わかりました。はい、さあエンディングいきますね。はい。よい子はお家に帰りましょう。はい、帰りましょう。まだ帰ってない子は早く帰りましょうね。帰りましょうね。はい、それではまた来週、最終回、はい、耳にかかりましょう。はい。なるさん。未来さん。カリン。はい。山本さんでした。山本さんでした。二平、はい、デビタン。はい、はい、ありがとうございます。タイチェン。来週またね。来週はね、スペシャル。